古行川、または、ゴ行川は、関東平野北部を、北から南へと流れる一級河川。利根川水系古海川の支流である。栃木県、桜市の旧宇治家町に源を発し南へ流れ、茨城県筑成市で古海川へ合流する。大古絹川は、栃木県、桜市の旧宇治家町付近を流れていた。江戸時代、徳川家康の命で利根川の流れを付け替えた際、 どん川を絹川に迎え入れるにあたり、絹川の流路も変えて、現在の形になる。以降も、絹川の水が、副流水となって、宇治家町の各所に湧き出ており、これが五行川をはじめ、大沼川、霊子川、犬沼川などの水源となった。現在の五行川は、 江戸時代に絹川からの改作により作られた下付け最大の用水、市の堀溶水の支流用水を主な水源としている。仙台だて藩が祖先の遺跡を調査した遠方五年書未開覚防描きには観音寺の東に流れ猿港。観音寺北景三枚の時、この川にてこりつかまつり騒動ゆえ、権行川と猿港とあり、権行川とされ、 別名として五行川を挙げている。元六七年、真北、の、高田、上中山四河村と落合村の推論に関する、幕府表情書最低定図には、小波川、五行川とある。現在でも茨城県内に入ると、五行川と表記されることが多い。栃木県茨城県伊賀キ絹川、古海川の紹介国土交通省関東、地方整備局観音寺は中立村にある。 伊達志ゆかりの寺院。映画、またいつか、夏に。の関連冊子では、五行側でなく、五行側で、記述が統一されている。ありがとうございます。